ダートの G3 ですね、うんうん、こちらはそうですね、やっぱビクティー・ハルスですよね。はい、ビクティー・ハルスはこのね、2層しかダート実績がないんですけど、まあ、前層の、うん、東海ステークス、正直、その私、ババ・シブって、もともと島の馬でしたから、うん、しダートシマって、さらに良さ出るんじゃないかなと思ったんですけど、うんまあ、内容悪くないんですけどもね。うん これやっっったら両バの方がいいいいんじゃないかなかてちょっと思いました、うん、で、今回、コースが阪神に変わるので、さらに重いダートになる。これが味方になる可能性が、その前走が、うん、私、前走頭に狙なったんでね。なので、それを考えたら、はい、うんと思ったので、阪神の重いダートに変わるのが、うん、いいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、ポイントとしてね、調教師のコメントは、精神状態が一番の鍵と言ってますね。当日の精神状態なるほどなな、ね。芝の時は結構ややこそうだったイメージですけどね。

五走前とか、ニガーステークスとか、2000メートル使って3着してるから、1008、全く問題ないですよね。重いダートはいいですよね。まあ、軽いダートの時計も持ってるんですけど、重いダートも全然問題ない。はい、一時期のスランプからね、出してますし、まあまあ、十分、好勝負可能かなというふうに思います。ちょっとね、はい、どこがベストか分かりづらい差はあるんですけどね、前走強かったから、1007ベストの可能性もあるけど、でもメンバー中、最速の流れ使ってペースセッティングちぎってたら、この内容やったら1008は問題ないだろうと思いますね。はい あとハギのア,、うん、アレグリアスねこれも強いなこれはね、うん、もっと距離長い方がいいんですよね。やっぱ1 0 0八はギリですね。まあ言っても、それでもチャンピオンズカップで0.8秒差6着、こ,このね G1 でこの内容やったら、まあまあ,あ G3 レベルやったら全然1 0 0でもやれると思いますけども、やはり1 0 0とか2000とか2400とか、だって金層見たってチャレンジカップあ、チャンピオンズカップ以外全部。 1 8 0 8より長い距離ばっかり使ってるじゃないですか。うん、そ,それってやっぱりそれがあってると思,う思われてると思うんですよね。<れ>うん、なので、まあ、だからこそ、この1800戦える時に戦うならば、あのパンパンの量が期待できるっていうのはいいことです。うん、あでも前走の2400は若干長かったかなって言ってますね。ああ、なるほど。だから2、2100の川崎記念出たかったやな、ほんまはな。うん、けど出走が叶わんかったと。なるほど。これね、3走前のシリウスステークスはめっちゃ強かったですよね。はい、そうなんですよ。 まあ1008がちょっと距離不安を感じますけど、このメンバーやったらこ,こんだけ人気するのまあ、わからんではないです。わ、ね、から、ねうんではないです。わからんではないですね。はいうん、私、そうやもこれだって4層前の帝王賞でこの馬から行ったからな。G1 でもこの馬から行ってるぐらいからな。なるほど。展開どうですかまあ、逃げ馬がほとんどいないんですけど。これね。行くんじゃないかな帝王ドレフォン。帝王ドレフォン前層もめっちゃスローなんですよ、これね。ねこれだからね。 ままあまあも,もちろん花切らんでもいい馬やけど、誰もおらんかったらこれいく、いく可能性ありますね。うん、まあこれかスレーマンですよね。二択ですもう遅そうですね。<ー>どう見ても。うん、で、これ、後ろのね、そのハギのアレグリアスとか、まあ、言ったら、ディクビクティファルスとか、後ろの馬が敵になるわけやから、この二頭は多分せらんと思いますわ。はい。うんうん、まあどっちか、まあ、枠の並びとかもあるけど、まあ、もうい、1勝した方がいい,いくやろって感じですね。うんって思います。はい ですね。ほんなら、まあ、この2頭、やっぱ展開儀もリーマンすよね。いや、かなり有利だと思いますね。うん。帝、うん、王道理方ね、前走スローやったとはいえね、逃げて上がり36秒0やから、うん、なかなか決めてもありますからね。はい、かと思えば3走前の市川ステークスとか、まあまあ早いペースでいって押し切ってるから、うん、ねあの、単に先行力はあるだけじゃなくて、な流れも問わへんっていうのは、なかなか強いなと思います。ね、うん、いい本格化してきました。うん。思います。流れは向けばね、当説とか面白いんですけど、うん や,やっぱね、もうちょっと長い距離の方が私はいいと思うんですよ。はい。実際、1008 100でも2勝上げてるけど、1009でも2勝上げてるし、まあでも理想、前の文字ステークスでスレイマに0.9秒差やからな、ちょっとやっぱ流れ向かないとなとこはありますよね。前半やっぱ候補化になりますからね。うんうん、ニューモニュ,モニュメントも終わったかな、どうなるのうな。うん ね、金層ずっと見金量見ても分かるけど58と59ばっかり、うん、今回57で出走できるんですよねこれは大きいんですけどちょっとその金量があったとはいえちょっと金層負けすぎですよね。そう走、ねはい、前だけ走ればねこれ59キロでこの内容やったら、うん、この内容から次ここやったらちょっと注意しなあかと思うんですけど、うん、前層前前層がちょっと悪すぎるな。はい、まあでも前層休み明け初戦か。 そうですね。ああ、でも、年齢的にも上積みが見込みづらいっていうのはちょっと嫌なコメントなるほどちょっとね<あ>嫌なコメントですね、これは。嫌なコメントやな。ホールーレットどうやろうな。まあでも、追い込み一辺ってやもんな。まあこれね、ちょっとやっぱ今回のメンバーやったら展開無関か,かな。ミッキー・ヌチバナどうですかねこれ半身、阪神強いんですけど。これ、うん、阪神重いダート強いんですけど、しかも、この馬も、そうですね、前奏の、お前奏 <ビッ S 1> 東海ステークス、これ、ビクティファルスと0.1秒差しかないですよね。これほう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 。 舞台阪神に変わったら。重いダートいいですからね。ね<え>で、ビクティ・ファルスは重いダートの方が良さそうという、一応推測なんでね。そう考えたらミッキー・ムヌシバの,のは重いダートいいってはっきりと言えるっていうのはいいですよね。うん、これでもジョッキおらへんの内容ない確かにね。それだけ、それが不安です、私も見てたら。<laughs> 次賞の裏だからでしょうけどね。なるほどね。ね<え>、うん クリノドラゴンの復活はちょっとなさそうな気がするな。ね強いもだったけど。うん、なんか、状態、あの、陣営からすごいコメントとかが出てね、状態が一変したとか、そんなのがあったらまた話は変わってくるんですけど、ちょっと今のところ、金層内容みたいな、両方はスローですよね。はい。おお、ダノン・マデイラ、ヶ 1>, 1年6か月ぶりで買って、今回7か月ぶり、ダートね、5千4勝、うん。仕上がりは問題ありませんって言ってます。ほう。チャ シャがり問題ないんだらちょっと。いやいや、これいいですね、それやったらね。仕上がり問題ないで、はっきりこんだけ強いコメント言うやったらちょっと、まっ全くそこ見せませんからね、ダートでね。あとは。うん。手量なんでしうね。ラインオブソール、確かにこれじゃないが。そうなんですよ。そうなんですよ。ハンデやったら面白いですよ。これ、半ン走りますからね。うん。 阪神、まあ、実績にはやっぱ注目はしますけどやっぱそうですね別定っていうのはちょっと嫌やなうん,うんまあそれでも3連複要因としては一個できるかなと思いますそんなとこかなそんなとこですね上位、うん、上位の勝負な気がするなこっちはね、うん、はい、はい、ありがとうございますということで直前の見解は概要欄にあります無礼品ネットノート,ノートもしてぜひお買い求めください以上、うん、月曜日段階でのアンタレスステークスの重賞展望でした